グレートビアーズ TV をご覧の皆さん、こんにちは。小林です。はい、本日はですね、鹿屋遠征2日目ですね。九州産業大学グレートベアーズ対九州国際大学のこの2連戦となりましたね。さあ、この試合を行ってみましょう。どうぞ。はい、それでは試合前なんですが、これね、これ体育館でミーティングしてるんですけど、成合アシスタントコーチがね、前日の試合をもう狙いで DVD にしてくれてるんですよね。で、解説中ですね。はい、それでは前半は金城がまたね、今日も出てから頑張ってですね、ボーナスロー付きのシュートをインサイドで決めています。そして次はアントニーのシュートモーションから、こちらも金城がバンクでね、決めてくるんですよ。狙ってますかね、ルーズのマグレって。ごめんなさい。はい、そしてこちらは船越からアントニーがリバースレイアップをね、決めてきてね、ここもね、合わせうまいですね、アントニー。はい、それで後半ですね。後半はこちら吉岡選手のシュートブロックですね。これも金城なんですよ。もう金城2連戦で非常に素晴らしいディフェンスですね。これは九州国際大学の川口選手の、ね、靴がね、非常に目につきますね。非常にかっこいいです。はい、こちら金城から速攻で鈴木へ一瞬にして決めてくる。ここもね、金城のアシストが光りますね。はい、点数はね、どうなってるんでしょうか。3クォーターで56対44、勝ってますね、リードしてます。で、石川のドライブ、石川も途中出場でね、いいドライブですね。はい、そして吉丸がヘジテーションドリブからドライブを決めてる。ここから、ね、次々にバックアップメンバー活躍しますよ。はい、次はここは高原がスリーポイントを決めてくると盛り上がりますよね。スリーポイントです。はい、そしてここは宮崎が速攻のレイアップですね。宮崎もすぐに得点を決めてきました。で、次もまたね、宮崎トップからドライブをしていって、フェーダーウェイでバンクシュート、これもね、うまいシュートですね。はい、そして今度吉丸がボールをどんどん運んでいって、牧山にアシストで初得点、牧山がね、リーグ初得点ですね。はい、そしてね、これ吉丸のスリーポイントにリバウンドをタップで高原が決めて、ここで試合終了というゲームですね。はい、試合後に見てみます。聞いてみましょう。どこのチームも2週間空く、この2週間でちゃんと心技体の部分で準備をしたチームがやっぱり勝つ。この準備、フロアに入って頑張ろうじゃなくて、2週間後の試合の時にスタートライン立って頑張ろうじゃないか、そこまでくる。グレートベアーズ TV。 はい、そういうわけで九州産業大学グレートベアーズがこの鹿屋遠征、なんとかね、2連勝することができました。すべてね、これはね、ファンの皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。そして次の試合はですね、ちょっと1週間試合はなくて2週間後ということなんですね。このスパンがね、長いんですよね。で、その休みの間をどのように過ごすか、これがね、吉村ヘッドコーチの言ってた一番大事なね、この休みの間の過ごし方ありますよね。そして次の試合は前回死闘を演じた日本経済大学トマホークスとの試合ですよね。これもね、なんとか頑張っていい試合を見せて、次の試合また臨みたいと思います。それではファンの皆さん、また次節でお会いしましょう。グレートベアーズ TV。 この番組は九州産業大学バスケットボール部公式サイトグレートベアーズオンラインの提供でお送りしました。